今日の美味しいレシピは、食卓が華やかに。金目鯛を贅沢に使ったパーティーレシピ、金目鯛のオーブン焼きをご紹介します。さあ作りましょうか。金目鯛に塩を振っていきます。10分ほど置きましょう。水分が出てきたら水気を拭きます。ボウルに調味料を入れていきます。混ぜ合わせてソースを作りましょう。ソースの半量分を入れてよく絡めます。ミニトマトはヘタを除きます。ブロッコリーは小房に切りましょう。エリンギを切っていきます。しめじは小房に分けましょう。耐熱容器にオリーブオイルを塗っていきます。具材を入れていき、塩を振ります。200度に予熱したオーブンで20分ほど焼いていきましょう。最後に残りのソースをかければ、見た目も味も美味しい金目鯛のオーブン焼き完成です。